皆さんこんにちは。大人女性の美容辞典実配布担当のちかです。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマ、お客様の体験談をぜひ皆様にシェアさせていただきます。本日は貴重なお二人の体験談をですね、皆様にお伝えできたらと思います。早速なんですけども、30代前半のお客様の体験談をまずシェアさせてください。その方はですね、お二人のお子様を出産されておりまして、お悩みとしては感じにくくなったや尿漏れと膣から水が出るというお悩み3つを抱えてらっしゃいました。膣配布ね、体験していただいて、まず尿漏れと膣から水が出るというトラブルは結構ね、早めに解消されたそうです。性生活についても少し感度が上がったっていうふうにはお話伺っています。パートナーの方もちょっと気づいてくれたみたいで、すっごい喜んでいただいておりました。では本日2人目の体験談ですね。40代の女性のお客様です。高齢出産をされたんですね。41歳でご出産されたとお伺いしております。ご年齢が高いっていうのもあって、産後ね、なかなか体が戻りきらずに、産後トラブルもね、たくさんちょっと抱えてらっしゃいました。特にお悩みが強かったのが、もう尿漏れだそうです。やっぱり産後トラブルで一番多いのかなとは思います。だから毎日ね、やっぱり吸水ライナーっていうのをつけていないと、すぐピュッて出てしまうから、もうそれが怖くて手放せないんですっていう風にお伺いしております。その方にね、詳しくお話を伺いますと、結構出産時トラブルではないんですけども、難産の傾向があるように感じました。まずね、出産までの時間結構長かったそうです。あとね、体力の限界まで生き見切りましたっていうのと、吸引分娩になったそうです。出産時にいろんなね、条件が重なったりとか、出産ってね、本当に一人一人全然形が違いますので、こういったいろいろな要素が加わっていくと、膣ダメージっていうのは結構強く出てしまうんですね。その方ね、40代っていうのもありましたし、結構膣へのダメージも強かったので、2ヶ月に1回ご来店いただいて、毎回膣圧を測らせていただいております。それで計測しながら3回膣配布を照射させていただいて、もうだいぶね、尿漏れは改善されたというふうにお伺いしております。もう嬉しいです。やっとね、吸水ライナーを手放せるって言って喜んでいただいてました。本当にね、出産っていうのは全治1ヶ月の交通事故にあったのと一緒なんです。体の外側から血が出てないだけで、中側からいっぱいの血液が出ています。ですから体質が変わったり、元に戻りにくかったりとか、いろんな体への負担がかかるんだなっていうのを再認識させていただきました。だからね、産後いかに早く戻すかっていうのもやっぱり大事になってくるのかなと思います。もちろんね、産後ね、膣トレとかね、産後トレーニング、骨盤底筋群トレーニングとかはね、されると戻りやすくはなると思うんですけども、膣配布に関しては産後1年間12ヶ月ですね、はご自身の自然治癒力がすごいたくさん働いてる時期になります。そこを超えた1年後にまだちょっと戻りきってないなとか、トラブルを抱えている場合は、ぜひ膣配布体験してみてください。少しの小さいトラブルの積み重ねがね、ハッピーへの妨げになってしまいますので、少しでも早く解消できるよう、ぜひね、ご体感いただけたらと思います。大人女性の美容辞典では、美に関する専門家が様々な情報を発信しています。あなたに役立つ情報がきっとあるはず。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。